What's up everybody? Welcome to Family Time News F T N。今日のトピックスは、てかその前に My name is Naoto。Naoto と申します。I'm Shin。お兄さんの Shin です。Yes, s me. <S えっと二人で Family Time という格闘技チャンネルをやっています。Mm hmm. これが僕たちのサブチャンネルです。えっ、ー、とまあフル動画になんかあのフル動画なんて言うんでしょう。 フル動画を作るんですけどもちろんビッグファイトとか、うん、でもまあなんか自分たちだけの興味持ってる試合とかなんか、うん、まあ別に、ね、それを皆さんに押し,押し付けるつもりはないのでそれをサブチャンネルでよくやってます、ね、<laughs> でまあファイトとかもやってますし試合格闘技トーク、うん、あといろいろあのー 他のそう思いついたもの僕たちが興味あるものって。そういう感じだね。シンプルに言うと、簡潔に言うと、そっちの方が全然言い方いいですね。自分たちが興味あるもの。で、皆さんもぜひそれに興味を持っていただければ僕たちも本当に嬉しいです。今日のトピックはディオンティ・ーウ i ー versus Tyson Fury Part 2 Yes. ディオンテイ・ワイルダー・バスタス・タイソン・フューリー。パート2 <laughs>。第1の試合は、タイソン・フューリー完全にポイントでボコボコにしていた。Mm hmm. でも、<Yeah. S 1> 12ラウンド目、最終ラウンドで、ディオンテイ・ワイルダーが1パンチ。Mm hmm. KO するところだった。Mm hmm. みんな KO だと思いましたね。<Yes. S 1> あのダウン <Yes. S 1> でもあの奇跡のようにタイソン・フューリーが立ち上がって <laughs> で残りのラウンドを勝ちました <laughs> 信じられないですで <Wow. S 1> 疑惑のドロー But, あのその前にダウンされたよタイソン・フューリーあそうなのそうだから2回ダウンされたのあ,あそうなんだそうだからポイント的になんとかドローでいけたのはドローにいけたと思うある人は結構 <laughs> なんて言うんでしょう タイソン・フェューリー勝ったじゃんタイソン・フェューリー勝ったってもおかしくないねでもあのダウンがあまりにも衝撃的でかなり印象を残したんじゃないですかねえそうでもなんであの、そのダウンなんか疑惑、mm hmm. いろいろ疑惑なんですよこの1回目の試合が、mm hmm. なぜかというと、mm hmm. OK let's start with タイソン・フェュリーからの目線からで言うと、uh huh. まあ2回ダウンされたんですけれども 2>,、mm hmm. 2回目のダウンは その残りのラウンドをかい返り討ちしました。うん、勝ったね。うん。だから、ねう <Should be S 1> そのダウンが衝撃的だったんだけど、<laughs> 結局残りのラウンド勝ったんだから、うん、それを取り消すくらいのことはできたんじゃないかな。あ<ー>だから、ポイントで見ると、タイソン・フィオリ勝ち。そうだね。ディオンティ・ワウダーからの方から見ると、 あれは本当に10カウントだったのかっていうのがありましたね<ー>ちょっと長いその78910そっちに歩いてそっちに歩いて準備 OK それよく聞くよねでそれが何て言うんでしょうあのかなり また来たよ。<laughs> なんかちょっと問題があります。But it's okay.We'll continue.The show must go on.Show must go o n a m m a s、um まあ、そう y Koto d ちょっと長い休憩をもらったので。うん、そうこういう試合があるともう一回試合するしかないですね。<Yeah. S 2> なのでリマッチとてもとても大きなあの、ハイプがあります、ね。ビッグファイト。すごくあの まあ日本ではあんまりわかんないんですけれども、あのアメリカはヘビー級っていうなんかちょっとあの輝きがあるので、ヘビー級選手を見たいっていうのがあるので、<laughs> アメリカは。<laughs> なのであの、そういう意味ですごい注目されていた試合です。<Yeah. S 2> で、この間試合が終わりましたね。<Yes. S 2> 結果はタイソン・フューリー。タイソン・フューリーが KO した6ラウンド。6ラウンドだったっけ I think seventh. 7ラウンドセコ、ディオンティ・ワウドのセコ,ンセコンドがタオルを投げました。<Yes. S 2> それはあのもうやめてくださいっていうことです。僕の選手をもう僕をしないでください。降参,降参ですね。コ参,参したことです。ディオンティ・ワウドが KO されたっていうよりも、セコンドがこれはもう続けても意味がないと判断して,て <laughs> タオルを投げました。Yes. そうそれがまあ一応起きたものですね,、うん、ですねなまあハイプをちょっとなんでこの試合が大きかったのっていうか <laughs> っていうのをちょっと皆さんに説明したかったです <laughs> そうまずは感想ですどう思いますかまあそのハイプまあそれストーリーもそうなんですけどもその上に、うん、タイトンフィューリーは負けなし無敗なファイターですよね、うんうん、であのー、世界でもしかしたらナンバーワンヘビー級ファイタークリッチコー ワルクリチコ,に,リチコに勝ってチャンピオンになったからうん、うん、割とすごいことなんです。うんうん、で、ディオンティ・ワイドラはあのー、もうみんな KO してる。で、彼も無敗です。信じられないよ、彼の戦績。そう,そそうなん43戦、42KO だって <laughs> だっけそれぐらいな感じなんですよね。ううん、あ、そう44戦だね。44戦42 KO、42KO、うん。1引き分け。 分け1回してるで、うん、判定勝ち1回してる、うん、以外それ以外全,全員 KO で40何戦やってるのその2人が戦うっていうともうヘビ級じゃなくてもすごい注目されるよでその上にヘビ級で2人ともチャンピオンだから、うんうん、で、うん、そうベストとベストが戦うんですごいすごいビッグファイトだったし誰が勝つか分かんないそうですねお互い お互いに勝つ要素を見せましたもん。一 <laughs> つ目の試合で <laughs> 第一回戦で。一 <laughs>、まあ、回戦で言うと一ラウンドになっちゃう第一回目の対戦で。<laughs> であのー。Crazy, crazy まさかタイソン・フューリーが KO するなんて。信じられなかった。ね。でもねな、タイソン・フューリーは記者あのー、試合の後の記者会見で、うん、なんでみんなショックしてるの俺言ったじゃんって。うん <laughs> ね、<laughs> 確かに言ってました、うん、あの俺は今回、うん、ディオンティ・ワールドを攻めに行って KO する攻め,攻めに行くって言ったよ、ね、2ラウンドで KO するって言ってました 2>,、うん、2ラウンドじゃなかったけど KO したよねうんうん、うん、だからあのまさかね、うん、そのディオンティ・ワールドほどのハードパンチャーを下がらせることは危ないと思うんだけどそれしそうやって戦いましたね、うん やっぱりそういうなんか KO パワーを持ってる選手はなんかバランスを崩さないといけない<ー>危ないからでそれはなんかフットワーク使って下がっていい角度をとってね、うん、悪いバランスも打てないところ、うん、位置を取るか下がらせてバランスを崩すかどっちかやんないといけないんだけど非常に怖いじゃないですか自分そんな KO パワーを持っている人を攻めて、うんうん、攻めるのはや,やばいね ねうん、懐に入って、うん、そのもらうかもしれないじゃんもらう可能性もありますよねでもうその逆目線から見ると普通誰もや,やらないじゃんその KO パワーを持ってる選手を攻めるの、うん、だから攻めたら、うん、その KO パワーを持ってる選手、うん、ディオンテ・ワーでは何をするかに困る、うん、っていう考え方でいったと思うんだよねうーん 普通、タイソン・あの対戦フューリーはあの、下がって、あの、イズ、うん・ボクサー。イズ・ボクサー、ボクシングスタイルだから、下がって、テクニックを使って、避けて、カウンターを入れるんだけど、うん、両方できますね。<laughs> 攻めることもできる。うん、で、うん、そんななんか、そんなすごいディオンティー・ワイルダーほどのパワーないんだけど、うん、そんなでかいと、そんな力入れなくて、もう KO できますよ。あんなにでかいとね。タイソン・フューリーめっちゃでかいもん。 なんか六フィート七。そう。それ,うそれだけでもらったら。聞きますよ。でディオンティワールドをダウンしたもん。そのオーバー、その右オーバーハンドで。二百六センチメートルですね。チーズロイズ。チーズロイズ。 その人がね、ポッ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 と触って頭触ってノックノックノック,クしてくるとやばいでしょ。<laughs> ノックノックノックはやばい。<笑><笑>そんな思いっきりバーンとやんなくてもめっちゃ痛いよ。やばいですよ。やばい。うん、ばいで、そうだね、タイソンフューリーはその、ブリーイ・ド・ボーっていう作戦で行きましたね。いじめっ子をいじめる。そう。うん、なんか。 彼のななんかななんかだろうその人を攻撃したっていう感じだね。の <No. S 1> テクニックバーサーズテクニックよりも。なるほど、うん But, その。でももらったよ。ラウンド1でその右もらったし、<laughs> ラウンド2でもその右もらったんだけど、<laughs> うん、もらった後すぐ、ね、もうこう自分から攻撃しに行ったよ。でそのタイソン・フィーウィースタイル、フェイント。<hand. S 2> うん そのスタイル割と好きになってきた<ー>フェイントが多くて<ー>フェイント、うん、フェイントフェイントフェイントフンジャーブそうなんか外から見るとなんか別になんか強いパンチ打ってないじゃんってなるんですけれども、うん、それと戦うとなると全く別の話ですそれを目の前にするとあのーうん、それは楽しくないですだってそのフェイントになんか反応しないといけないじゃんそれ攻撃かもしれないじゃん,かじゃんそう ずっとフェイントしてると思ったときに攻撃,攻撃するの。うん、でなんだ、意外と痛いじゃないか、このパンチってなるんですよ,、ねーよ、ジャブよく使いましたね。うん、ラウンドワンはジャブ VS ジャブの戦争だったよ。うん、ディオンテイ・ワイルドも左ジャブ当てないといけないっていう作戦だと思, <laughs> 思いました。うん、1>, 1回目の試合では右ばっかし振ってたもん。ん当たんないからだから、この左ジャブをよく当てたいおボディにも。うん 顔にも当てようとしてたんだけど、うん、そのジャブ戦争はタイシフェリーが勝っってしまったね、うん、僕がこの試合を見て思ったことは、うん、あのディオンティ・ワウルドなんかその右手当てるためにかなりあのセットの時間が必要だと思うんですよ。ラウンドくらい ただ見て、うん、見て、ジャブで触って、相手が攻撃しても大丈夫、大丈夫で、一発バーンって当てるんですよ。うんうん、だからい、あのー、試合の早いうちに、タイソン・フィーリーに右手当てたんですけれども、そんなに重くないと思います。うん、そうパワーはあるんですけれども、ディオンティ・ワールドのワンパンチ、キラーパンチじゃないと思うの。うんうん、バランスがちょっとオフ、距離が分かんない、ディオンティ・ワールドが出すときに、 これは絶対当てるぞっていう意識はなかったという感じの拳に見えました、うん、で多分タイソン・フィールドそれ狙ってたと思うだから2ラウンドって言ってたんだと思います<ー>早いうちにすごいプレッシャーかけてディオンティー・ワールドにセットする時間をあげないうん、うん、でそので確かに危ないんですけれどもそこで誰がもっと強いかっていうと俺なんじゃないかなってかけたと思うタイソン・うん、対戦フィーユ いや絶対俺でしょうって <laughs> 思ったんじゃない、ね、その不安でなんかバランスでごちゃごちゃな試合になってくると誰が強いんだそれは俺でしょうってうんだからちょっとメッシーになってクリンチになってなんかうわーってクリンチ、ね、なんかちょっとなんていう綺麗な、ね、タイなね対戦フィールドいつもやってる綺麗なパッパッパッボクシングじゃなくてもここだとディオンテ・ワードに勝てるっていうでやっぱりチャンピオンってそうやって 自分のある何<ー>、あのー、て言うんでしょう自分のある道具で、うん、自分のある道具でできる限りそれを使ってうまくなんか違う方向に行くんですよね、うんうん、まあでもディオンテイのやり方もいいと思うんですよまあそうそうチャンピオンがやるって言ったけどあるある選手はやるの ですそれあのなかなかめ珍しいことですよなんかあのファイターのキャリアをフォローして、うん、そのファイターが試合ごとに上手になっていく新しい道具をつけていくのは割と珍しいことだと僕思うんです普通は同じことを毎回繰り返してうん、うん、まあそのやり方もあるんですけどうん、うん、なんか自分の弱点を直す ファイターはあんまりいいなと珍しいってもっと珍しいのは試合中に変えられる選手それはもうねネクストレベルちょっと話が変わるんですけど同じヘビー級の UFC ファイタースティーペ・ミオチェチはそれやったんですよねダニオ・コルメイトの試合ああそうだねっぱりそうあの戦い方完全に変えたもん途中から 変えたね、そうそれを試合中でできるのはメンタルが尋常じゃないと思うそうだ、ね、a different mind. そうそう違う脳みそが必要 <laughs> あの残念ながらディオンテイはそれがなかったですねディオンテイはまあだってこのここまで全員 KO をして勝ってたから何を変えても何 <laughs> で変わるのっていう考え方もあるんだけど まあ歴史を見ればねいがるでも穴はいっぱいあったでしょみんな<う>みんな言ってるんだけど勝ってるから文句言えないじゃんでもそ,のそ,<う>それはねそれトレーナーの仕事だよトレーナーがディオンティに言うはず、うん、これはね今回は良かったんだけどねいつかやられるよってでもなんかセコンド聞いてて 全然そういうそれを言うタイプじゃないと僕も思ったいや <Yeah. S 1> あのちょっとディオンテイ <laughs> ハイプトレインに乗ってる感じあのだってセコンドチーフセコンドも、うん、あのタオル投げなかった方がいいって言ってたもん、uh、彼のなんか違う別トレーナーなんだけど、はい、ナンバーツーのトレーナーがあの入れちゃった うん、入れるなって言われても入れたと思うんだよ。うんうん、でもセコンド中はなんか全然なんか続けられるって何か大丈夫って普通聞くでしょファイターにあの、ねうん、ダメージもらってるからねうん、うん、まだやるの、うん、ここでちょっとこのラウンド勝たないともう止めるよってなんか、うん、いるじゃん。でも彼、うん ヘッドトレーナーは全然そういうのを言わなかったの。どういうのを言ってたのただ、ね、前に出て右を出せって右下がらせて右を当てるんだよって。<ー>うん、だから完全にもうディオンテがまあわ、まあ、かるんだけどディオンテならできるっていうなんか信じてるの。自分のファイターを信じてる。ディオンテも自分を信じてるからすごいファイターにな,なんだよね。うん、今でも いや、勤めなかったら俺まだ KO パワーあるから倒せた、うん、で自分はまだ信じてる、うん、でもだからこそすごいチャンピオンなのうん、うん、でもあのタオルを入れたセコンドの人は彼もすごい経験してるチャンピオンなの、うん、彼は分かってるのもう無理じゃん、うん、でで、うん、これ以上 クルージュ戦っても多分、KO、負けする <coughs> 勝つのはない、like、パワーあっても、no、できないって分かってたのでそそれその話を聞いて僕が思うのは、うん、最近僕のちょっとハマりですね、うん、あのやっぱり一流選手でも相手舐めちゃう時あるんですよ <laughs> で決してディオンティ・ワウドはタイソン・フィリーのことを舐めていたっていうのはいい きれんない、うん、けど人間って100%じゃないじゃん、うん、であカレーが100%好き、うん、でも人参は100%嫌いって <laughs> 7030とかで分かれるじゃん何もかも okay, okay, okay. So,、like、相手を舐めることも100%まで真剣に捉えるっていうのはすごい。 難しい,、ね、難しい20%くらいだけいやディオンディなら誰でも KO できると思う、うん、多分そのチーフセコンドじゃないタオルを投げた人、うん、いや相手タイソンフィーリーだからこれもう無理でしょう、うん、でしょ、うん、あとはもうフラフラだったもんもうフラ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 ,フラフラなんだけど例えばそれが一流ボクサーじゃなかったらいやでも ちょっと持ちこたえて疲れたら KO できると思う,うでもタイソン・フィューリーだから無理でしょうって思ったとそれ,、ね、それは経験したボクサーなのー相手強いんだから<ー>このままボコボコにされるだけじゃんって <laughs> <ー>でもだからいやお前ならさあと前に押してでもだからできないの相手が強いからーー <laughs> 前に押して右を出せって言うんだけどできないの相手強いから<ー>だから 戦略ミスですよ。うん。うん、戦略ミス。あれはタイソン・フィューリーのをちょっと甘く見たとしか言えないですね。うん。その戦略の方法は。うん、第12ラウンドでダウンした後、ラウンド負けたもん、そこでちょっとヒントをもらうべきだったと思う。うん。うん、そうこいつやばいんじゃないって。 そうでしょう、ね、でもさあ今回もただ KO できるってやってたんじゃないトレーニングキャンプも。はあそうかもしれない、ね。わかんないあ。仮説を立てることしかできないですね。実際そうなったかどうかわかんないけど、でも僕はこういうところでそういうレッスンを探すのはちょっと今はまりです、ね。うん僕も 止めたほんどだってもう立ってるのが難しいぐらい <laughs> ねえきりいところまでいってたもんうんんかねおかしかったよねあのー、僕ラウンドワンからちょっとおかしかったと思う,うん、うん、正直うん、うん、いつものディオンティと比べてもしかしたらそのスーツが重かったって <laughs> そうあの知らない方多分あの日本のメディアでは来ないと思うのでここだけですよ皆さんディオンティワードのそのそうその言う前にタイソンフューリーの入場とディオンティワードの入場は二つと二人ともなんかすごかったすごかった It's like pro wrestling すごかったすごかったよ二人ともの入場はすごかったタイソンフューリーからいこうかいやじゃタイソンフューリーはあのあのハリウッド Explain it. You ハイセンフューリーはなんか冠をかぶって王様みたいに、ね、王様の椅子に座ってその椅子を運んでるあの、女性が何人かいてそのままリングに入ってきたのあの王様らしくジプシー・キングってあの、自分を呼んでるんでまさに王様ジプシーの王様のように入ってきました それですねちょっと待ってね。カムリー、ローブ、その台も動いてるの。人は運んでるんでしょう。まあ多分人が運んでないんだけど運んでるように見える。ああ、なるほどね。の綺麗なお姉さんが運んでる。綺麗なお姉さん。本当にそうだよ。4人か6人の綺麗なお姉さんが運んでて。で、ディオンティ・ワードはこのダースベーイダー・スーツを着て入ってきたの。めっちゃ 重そうだし、かっこいい。ていうか、ジャスペーダーよりも、あの、「ロールドリンク h e r i のサルマン。サーロン。サウロンじゃないでしょ。サーロンだよ。ういじゃん。なの、サーロンの覚えてる。一回出たでしょ。サル、えなんかそのメイスを振って。そう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 。あの、一番、ちょっと待って、今、えてエピソード1の。あ、そうそうそうあれに似てるね。ちょっと待って。まだみんな見えないから。 Oh my goodness と、で、これね。Oh my god でその目のあれが光ってるね。光るの、mm. like lights、mm. <laughs> でこれがおよそ20キロだったっていうことで、uh. ディアンテワールド試合が終わってからこれが重くてちょっと足が疲れた。ケースが崩れたって、そ、uh, う、so. って言ってるんです。But that is a crazy that a costume. That's a dope suit. <laughs> <laughs> おかしいでしょこんなにいいよ。めっちゃかっこいいんだけど。こんなけど。めっちゃか t こい t んだけど。めっちゃかっこんか鎧じゃんじ鎧だよど。何これ <laughs> 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 すごい。で、これが重くて足が疲れて。ね。あの、エンジンがかからなかったって、うん。そうそうそうこれに。これを言ってますね。Tyson Fury。あのーあ、Tyson Fury d i o n t y w a t e r あのー、違う。またちょっと。 このちょっと少し前に話してたあれにちょっとつながるんだけど、うんまあ、トレーナーとディオンティ・ワードは自分にそれほど信じてるっていうことなんだけどこれもそうだと思いますなんか<ー>本当はだってこのスーツが重くて試合負けたって絶対自分、うん、な信じてないと思うよなんかそう考えてみるとでもまだ自分が負けたっていうのをなんか受け入れられない。 状態なだってまだすごい近いでしょ 1>,、うんまあ、1週間もたってないから、うんうん、まだね、うん、なかなか受け入れられないよだから何でもこの人このトレーナーがね、うん、あれだれだこのスーツだって自分以外、うん、理由を探すんだけど,ど、ね、多分本当にそのスーツだって信じてるやっぱり信じてるからそうなの、うん、でもこれからどうなんか変わっていくのかまた そうだからタイソンフィールにいやうまくやれたなじゃなくていやあのスーツが重かったからでああだこうだでこれであれだってっていうのをつけるのだってそれまで自分に100%自信があったじゃんそれなかなか崩せないよで普通はそういう同じファイターじゃないのアンディション・シルバーもそうじゃん負けたらもう同じじゃない なんかその当たって結局たまにたまにファイターはそれでうまくなりますねたまにうまくなると思うけどたまに二度と同じじゃないうんだってファイティングはあのテクニックも大事、うん、あのでも一番大事なのはやっぱり態度でしょうんうん、The mind, attitude が一番大事、うん、いくらいいテクニック持っててもその態度が合ってなかったらうまくいかないのうんうん、うん ディオンティ・ワイルダールドはその態度で戦ってたもん <laughs> <laughs> そうですね well, まあそういうことですよ、mm hmm. あのディオンティ・ワイルダールドは実はあのそのセコンドタオルを投げたセコンドを首にしたんだしたと思うをするかしたか、mm hmm. そ,そういうことを言ってましたね <Yeah. S 2> あの皆さんは どう思いますかそのタオルを投げるべきだったでしょうか、うん、投げないべきだったでしょうか?。もしまだ試合を見てないなら、ぜひ見てください。そう、いい試合です。<Yeah. S 1> ナンバーワンを見て、いいちょっと長いんですけど、ナンバーワンを見て、それでナンバーツー見てみ、あ、見てください。うん、本当に。あの格闘技が好きな方は、すごいおすすめします。すすすすヘビー級ボクシング。いや。えっと、皆さん、うん、ご意見をぜひコメント欄でお知らせください。今日の動画はここまでです。ナイス、ナイス、ショート。 Nice and sweet and short み <Nice. S 1> さん見てくれてどうもありがとうございました We'll see you again soon 好きだったら登録ボタンをスマッシュいいねボタンをスマッシュしてくださいスッシュ See you again soon Bye bye